の収入。世相を映す産業広告は古くて新しい情報源です。広告ってね、その時には記事を削ってまで志望広告が出てる。そう、そちらが優先してしまうという沖縄ね。そういうことがあるんですね。だからこれでもうお知らせしましたよということなわけですよね。そう、亡くなったで、それだけじゃなくて、あそこほらいろんなこのお孫さんまでざーっと名前あったじゃないですか。でこれはあの新聞読む側の人たちにしてみると、親族の最近の消息をする知るこの情報源にもなってるという、だからあの志望広告は沖縄では生活にこう根ざしてるという感じになりますよね。大事ですよね。いやだけど産業って言いますけどね、産業の奥に広まっているものってのがこんなに深いとは。いろいろ出てきたな、あの不思議研究所とアリバイ会社それからあのプライベートなね、写真現像する写真現像所、でまああの産業広告って我々すぐ言いますけど、これちょっと古い言葉のように思うじゃないですか。でもね、実際の中身見てみるとやっぱり今の時代を感じさせる、うごめいてますね。しかも我々の知らないところで変化してるというふうに感じましたね。さて来週は勉強しすぎたわけでもないが、いつの間にかの近眼で40過ぎたら老眼鏡、鬱陶しいなと嘆くな君よ、メガネは今やおしゃれな道具、人生明るく見えてくる最新情報メガネ編。